ジジーさあ時刻は四時を回りました。七月十一日月曜日アジクーターラジオアジラジ生放送の時間です。 月曜日今日のお相手は DJ モーリーとさっきでお送りしますさあ今週も一週間どうぞよろしくお願いいたします,いしますというところですけれども週末はいろいろありましたね <laughs> ありましたねえー、まあまず、うん、参議院選挙はい ありましたけれども、うん、あの沖縄県内の、ね、投票率ということで発表されていますけれども、はい、54.46%ということで、まあ、半分以上の方が言ってはいるんですけれどもまあそれでも残り半分は何をしてたのかなという感じもしますけれどもね <laughs> なんかねあの <laughs> いろいろ18歳以上の、はい、まあ今初の選挙を迎えた皆さんのインタビューを見てたんですけど。うんうん ドキドキしたとか私の1票でこの世の中がねどう変わっていくのかっていうのがすごい責任が感じられたっていうコメントがあったんですけど僕が行ったこの投票先もですね結構若い方々というかというかお父さんが僕の年代で娘さんは家は18歳以上なんでしょうね親子で行ってるっていう半袖半ズボンみたいな感じで行ってる姿っていうのはすごい印象的で。 なんかこうあ家族でね多分娘がもう選挙権持つようになったかっていう風うにねうあの感慨深い気持ちを持ってたえ親御さんもいたかもしれませんねうんまあでも私もその初めての投票はお母さんと言ったんですけど、うん、もうあの独特な緊張感ってこうもうなんだろそのカリカリカリっていう鉛筆だけの音 <laughs> 名前呼ばれるだけでドキッとするよね。1番2番3番4番とか分かれるじゃないですか住んでる地域ごとに。で「秋元さんこっちじゃないっすね」って言われるだけでとょうあれと独特の空気感がねっていうのもあるしそのおっしゃってた私の一票で書く名前だけで世界ってかまあ世間世の中のねあれが変わるっていうのはいや責任重大だな 18歳ながら思ってましたけどね初めての選挙かうわーどんなだったかな誰と行ったんかなあそうだ誰と行ったんですか一人で行ったんですかねえかれこれもう何年前になります十17年とか八8年とかねそれぐらいじゃないですかねもうじゃもう記憶が薄れてる時代ではありますね結構まあでもその時っていうのはあんまりこう政治とかにはね全然関心が持てなかった時期かもしれませんからねそうですよねそううい意味ではね今週週の末か うんえー、選挙っていうのはもしかすると、まあ、子どもたちにとっても、うん、その親御さんにとってもね、うんえー、すごい考えさせられる週末だったんじゃないかなと思いますけどね沖縄市もですね天気がねあ、はい、あのまあ、今でこそね今日いいですけれども、はい、土曜日がちょっとねめっちゃ雨降っててねーびっくりしましたね。あのピースフルがねははいはい、はいえー、ちょううどこう、まあ オレンジレンジとか D51 とか、うんえー、木山商店とか出ている土曜日だったんですけどあいにくの雨でですね、うん、大丈夫なのかなと思って結果的に僕行けなかったんですけど娘も連れてね家族で行こうと思ってたら、うん、すごいこう豪雨だったから。うんうん これちょっと厳しいなと思って見てたんですけど結果的には雨の中でもステージの上にテントを組んで坂東さんが濡れないように計らいをして2日間トータルで1600人かな仲裁者発表ということですけど無事にステージがかったねすごかったので降ったりまた止んだりとかそうなんですよね激しかったので気になってはいたんですけどかったですよかったですね。 えー、今日の朝刊、そして昨日の朝刊の方にもね第33回のピースフルラブロックフェスティバルの、えー、情報載っていますのでどうぞねこちらもどうぞ調べてみてください。さあ,あの週明け月曜日ということで今日もねう、はい、のじりじりさす暑い日差しが沖縄には降り注いでますね、うんうん、暑いもう嫌だもう嫌だだももももう嫌だもうもうもういいや暑外で出ようもんならもうすぐさまちょっと冷気になるとこっつって。 お店入りたくなるぐらい。あ,あ、そうですか。ある。うん、<laughs> もうあるんですよね。車もね、はい、車でもクーラーオンをしないとね、うん、もうしのげなくなってますからね。もうん、暑い、ムシムシするし、車内も。はい、うん。スタジオもね、もクーラー考えて涼しいので、うん、こうやって喋れてますけど、外出たらもうはぁ、でも声も出なくなりますからね。<laughs> もう一気にオフになる。<あ> <laughs> 何が？あもう自分が <laughs> 一気にオフモードになる。スイッチがオフるわけね。もうもう無表情になる。暑 <laughs> すぎて <laughs>。<laughs> あの今日無表情ならないようによい、はい、頑張りますよ。はい。よろします。はい。アジキュタラジオ月曜日今日も六時までの生放送です。 さあアジラジラ今日のオープニングは短い曲で「オフスプリング」のナンバーで「Don'tPickItUp」。 アジキュータラジオ今日も夕方6時までの生放送ですこの放送はお母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディースクリニック株式会社ティーダカンカン不動産の提供でお送りします さあ、今日も沖縄市中央パーカービュー入口、エフエムコさんのスタジオから生放送で、あじらじお送りしていきます。月曜日、お相手は DJ モーリーと。サあ、きいでお送りします。さあ、週末どうでしたか。週末は、私、あの映画見に見に行きました。映画。映画見。<laughs> 映画見に来ました。映画ね、が見に行きました。 <laughs> えもう一回言ってください <laughs> ちょっとね最近あの最近だからかもう最近まあでもないんですけど疲れてる疲労が抜けないこと抜けないこと疲労が抜けない <laughs> いやもうえ何何だろうそのずっと話してるんですけど<あ>25になって、うん、どうもこうも寝ても寝足りない感というか、うん、このだるさ感というか、うん、12時間とか寝ても次の日だるいみたいな<ー>でリフレッシュしてもだるい うんうん、疲れてるみたいな、うん、なんかそうそうそう週末映画見に行ったんですけどはい、はい、映画を見ることもリフレッシュの一つだと思ってうん確かにそうそういうあの気持ちもあって見に行ったんですけど、うん、見終わってなんかリフレッシュどころか一日が終わった疲れたってなってる自分に、うん、あ自分どうした年取ったみたいな <laughs> えあるじゃない見たい映画じゃなかったんですねあもちろん見たい映画で内容はすごく良かったんですけどおーお,ーおーそれなのにまあその日のこのまあ夜見に行ったんですけどお<ー>その日の 朝の入り仕事の入り時間もすごい早かったっていうこともあったからか一日が死ぬほど長く感じすぎて帰ってきた時にはもうなんか「はあ疲れた」って言ってる自分がいてあれリフレッシュできたんだけどみたいなそうでもまあ私のおばあも言うんですけど「疲れた」って言葉はいい口癖だよっつってああそうなのそうそうそうまあ充実したっていうねあなたが精いっぱい頑張ったっていう結果だからもう「疲れた」とてもいい言葉なんだよってその日に頂いて「確かにそうだ充実してたよ」 結構頑張ったんだ自分で前向きになったから良かったんですけど。でその後疲れどうなったの？まだ取れない。ああそうですか。まあでもそれもねまあいいいい癖というふうに今捉えてるので、毎日疲れてる頑張った自分ってちょっと思うようにはしてるんですけど。もうそういう意味では僕も先週先週じゃないなもう水曜日かな。はい。ディスナーさんがやっているリンパマッサージをちょっと僕もね曜日をずらして行ってきたんですよ。金曜日かな？金曜日ほうほうほう。 で、えー、それからというものを、うん、寝れますよあすごーい、うん、なんだろうやっぱ代謝が良くなったりとかするんですか,、ね、だからねもうやっぱりこの、まあ、リンパの流れをよくするための施術ということでいろいろやってもらいましたからーへーえどんぐらいの時間そのやってもら,ええっと、ね、らっるんですね。 他でもそんな痛いことともなく、えー、オイルとか塗ってやるんですかそう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 僕がこの後、まあと金曜日の午後うん、うん、仕事っていう話をしてたのでこれからもじゃあちょっとこう眠気を誘うようなとかではなくて、うん、仕,事が仕事に向きやすいようなうん、うん、ちょっとこう爽快感のある香りをアルマに混ぜてっていう話してましたね。素敵 香りにまでねこうやって気を配ってくれるってめっちゃいいですね。そうですね。<ー>でそれからかやっぱりこう寝れますね。やっぱ体をよくするのって大事ですね。大事じゃないですか？定期的に体もみもみをした方がいいですね。うん。うんまあストレッチとかね。ね<ー>。その辺もね含めてね。確かに。はい。はい。 さあということで今日の番組のテーマ、うん、疲れですか疲れではないです <laughs> 大変失礼しましたあの、ね、ツイキャスのコメントにもねやばいなスタジオから若さが感じられないなってコメントいただいてるんですけど25以上の人はみんな多分ピクって反応したんですよ <laughs> 何疲れ抜けないって <laughs> まだまだだろうみたいな <laughs> でもまだまだですよ本当にでさっきも言われましただってあの僕今37なんですけど、はい あなたが三十七になった時の疲労感と今二十五の疲労感は全然違うはずです。<laughs> やばい重みがある。<laughs> 目つぶりながら今問いかけてきましたから、ね。本当に。で、重みがある。もうこれ慢性的になってるから。<laughs> なるほど。もう何がなんだか分かんなくなってんですよね。僕らは、ね。そうなんだ。そう。まだ慢性的ではないから、はい、私は。うん、まだなんかリフレッシュしてこのほらなんだろう前向きにポジティブなけあのには考えられるようになってるんですけど、うん、この疲れ。うん、慢性的。 イコール慢性的にななったらももうこれも重症だなと思いますその辺もやっぱりこう逃がし方というかもう自分でねいろんなもの見つけるしかないと思いますけどね。さあちょっとあのオープニングの話にもなりましたけれども映画,、うん、映画僕もですね週末土曜日に本当にこう久しぶりにえ映画を見に行ってきたんですけどえやっぱり人それぞれ映画の見方ってあるんだなと思いましたね。例えばば予告前ににももうはもう早く明るいうちに、うんはいちは 席についててスタンバイをしポップコーン食べるなりとかねゆっくりしながら映画待つのかそれとも映画の途中で予告編の途中で暗くなってからファーって忍び寄るのかまたエンドロールも見ないでさって帰るのかこの辺ねやっぱりこうそれぞれ見方があるんだなと思ったので確かかにあるかも、うんうん、今日の番組のテーマ「うん、映画の見方」でお届けしていきたいなと思います。メ、はい、メッセージメージルはこちらまで 七六一アットマーク fmcoza.jp 七六一アットマーク fmcoza.jp でお待ちしていますさあツイキャスの皆さんいかがですかはいえっ、ー、とかおりちゃんから沖縄に遊びに行くなら何月頃がいいですか、うん、というコメントをいただいてます何月がいいですかね今今絶対今ですよね今もうなうで来てくださいっていうぐらい今ですよね <laughs> はいねやっぱり夏がいいと思いますよかおりさんうん、うん 冬もね海,海とかがやっぱ沖縄ってなんだろう、まあ、メジャーというかイコ,、ね e、イコールになってるんですけど冬でも全然いいんですけど、ね、綺麗なんですけど、うん、やっぱり夏の今がね、うん、すごい綺麗なので今来ていただければと思いますけどねまだまだ皆さんからのつぶやきもお待ちしております。うん さあ今日もやってきましたメッセージのコーナーですこのコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りしていきます、えー、沖縄テムスのケース、えー、今日の長官の中から紹介していきますがサプライズ七夕結婚式の話題をお送りしていきたいと思います、えー、名護市と沖縄渡部ウェディングは7日七夕の日に一組のカップルに無料の挙式をプレゼントする 七夕プロジェクトを名護市黄瀬の黄瀬ビーチパレス内チャペルで開きました10組の応募の中から選ばれた名護市内の金城和樹さんあゆみさん夫妻が家族らに祝福され永遠の愛を誓いました結婚式を挙げていないカップルにリゾートウェディングを体験してもらおうと名護市と渡部ウェディングが初めて企画7日までに婚姻届を出し名護市役所に設置している短冊に願いを書いて 応募し2人は5年前に結婚し現在は娘のディアナちゃん4歳息子のショウキちゃん2歳との4人家族7月7日はズキさんの誕生日だったこともありあゆみさんが式をプレゼントしたいと応募したそうです決定の連絡は式前日で、えー、当日に衣装を選びヘアメイクをして臨むというサプライズの結婚式 海の見えるチャペルには親族らが駆けつけ、誓いのキスや短冊に願いを書く二人の姿を見守ったということです。まさか式ができるとは思っていなかったとあゆみさん、これからも家族みんなで幸せに過ごしたいと誓いました。あゆみさんのドレスの姿を見た和樹さんは、いいんじゃないとはにかみ、えー、僕が一番式を楽しんでいたかもと笑って話していたということです。うわ、素敵。 サプライズ七夕結婚式ということで前日にはかるんですね,ですね前の日にこれもまたサプライズですねまあそうですねすごーい、うんえー、!10 組の応募の中から選ばれた1組ということですけれどもねこれまたあの詩、ー、とでまた、えー、渡辺ウェディングさんの、えー、まあお互いね スクラム組んで,、うん、で一組の家族を祝福したということですけれども、うん、これ嬉しいです、ね、嬉ししいいでですすねね、うん、最近サプライズのプロポーズだったり結婚式だったり流行ってるので、はいうん、すごいいい機会ですよねまたこれもね、うん。でまたやっぱりこういろんなこう事情だったりとかタイミングがなくて式だったり披露宴をあげられないという方々もやっぱりこうタイミングとかきっかけがないもんだから。 あじゃあもう私たちはもう別にいいんじゃないのっていうことでね、うんえー、披露宴をあげていないっていう人たちもいると思うんですよねまあそんな中こういう計らいっていうのはね、うん、おちょっとじゃあ応募してみるみたいな感じではい,、はい、いいんじゃないですかね素敵今日の話題は沖縄タイムスの長官の中から紹介をいたしましたメッセージこのコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りしました さあアジクルタラジオ月曜日今日の番組のテーマは映画の見方というテーマでお届けしております、はいえー、MJ さんからいただきましたハイサイアモーレサーキーついでにモーリー MJ です <laughs> もう完全に MJ さんの中では立場が逆になってますね前 <laughs> 全然いいんですけどねこういう意ね <laughs> アモーレ流行ってますからね流行ってますからね、えー、昨日のピースフル、うん、FM 小座さんのチケットプレゼントで行ってきましたおー当たったんだ えー、去年台風で中止だった分、うん、今回はじけてまくりのまくりまくりスティ懐かしいチケットありがとうございます、うん、来年はアモーレとはじけたいな <laughs> 待ってアモーレになったもん <laughs> もはやさっきとかじゃなくてアモーレになった <laughs> どうですか来年34回目 <laughs> いやーちょっと経過によりますね 経過による、はい、MJ さんのそうです、ね、これからの頑張れによるそうですね、うんはい、もはやもう「アモーレ」っていうワードがもう流行ってないかもしれないので 1>, <laughs> 1年後言われたらちょっと赤面するかもな,なかもしれないです、ね。時代の中で <laughs> ああの時みたいな、うんえー、あそうですか行ったんですねよかった,、えー、よかった雨だったけど大丈夫だったですかね、まあ、でもはっちゃけたということでねはじ,はじけまくりまくりスティって。 懐かしい聞いたことあります?。ありますよ。お、よかった。使ったことはないけど聞いたことあります。よそう、使ってた、めっちゃ使ってましたよ。あ、そうですか。はい。興味ないでしょ、絶対。絶対興味ないですよね。いや、でも、昨日のそのピースフルは。本当に、いろいろですね、ドラマもあったと思うんですよね。まあ、というのも、えっと、まあ、今日のね、朝刊の方にもね、え、載っておりますけれども。え、まあ、こうちゃんの愛称でね、親しまれていました。 長浜浩二さんがですね食道がんのため7月の9日亡くなってしまったんですね。というのもそこうちゃんさんもですねジェットバンドのジェットまたそれ以外にもマリー・ウィズメデューサなどいろいろなバンドのねドラマーとして活躍もされていたんですけれども。この まあピースウールの最終日っていうのは結構大御所さんが出る曜日になっててでいろいろですねもう思い入れが深い人もいると思うんですよね。でピースウールも34年なので当時10代だった子どもたちももう今や大人になって夫婦になって子どもを連れて2世代3世代ぐらいにわたってピースウールラブっていう人たちがいるんですよ。そんんんな中でもここのののジェットの皆ささだったりこのこうちゃんさんが もう沖縄市のいえばレジェンドとしてずっとこうドラマーをねえードラムとして活躍されてたのでやっぱりこう各バンドさんもこのこうちゃんが残した功績を称えながらでなおかつやっぱりこうライブはねライブでみんなでこう楽しくやっていこうということで本当にこのタイトル通りというかこの心温まるピースフルなそんなイベントになったと思いますよ、うん。おなるほど、うん いやでも三十四年って長いですね。すごい。今回はね、三十三回目なんですけど、来年がね。来年がね。うん、すごい。まずい、あの MJ さんとね。はい。あもれ、あもれて。三十四年目の。はい。言ってください。あもれって忘れてるかもしれないですね。ちょっとあの、言ってもらっていいですか。来年。来年。あもれ先どうするのって。もう。来年まで持たないから、来週いうかな。来週覚えてたら言おうかな。そうだよね。毛利さんすぐ忘れますもんね。はい。 さあ、あ青野軍団さんからも、はい、えー、チースモーリーサーキー、チーズ、今日も前髪パッツン、可愛い,いね、はい。見てるのね。<laughs> 友人代表はあんま仲良くないロマーリオ、あ、ロマーシャーに頼んだんだった <laughs> ということで、もうこれもあのー、アモーレアモーレ絡みですねこれね。<laughs> これ青野軍団さんと MJ さんのアモーレラッシュがすごいっすよね毎週月曜。一応今のとここの二人ですからね。<laughs> ですね。決勝戦。<laughs> 決勝戦 <laughs>。<laughs> まあまあ今は勝負の時期ですからね、はいうん、インターハイだり,高校野球だったりね <laughs> え先月からずっとユーロ見てるから、うん、見るってから今日の決勝まで朝方起きていたからずっと寝不足、うん、さっき24歳だった20代は2日年代でもしないよということで無理,無理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 しかも25の年でもう6の代かな私の代はあそうなんですねそうなんですもう5を超えたのでいろいろと危機が。 うん、迫っているお年頃でございます。お肌の曲がり角だっけ。そうですね。お,<う>お肌の曲がり角、いろいろ曲がり角なので、うん、まあ分岐点とも言いますのでね。二十四とかって言いたいんですけど、もう二十六になります。でもえっ、ー、と二十五なんだよね今ね。今は五ですね。私早生まれなので、おうおう周りは続々と二十六が増えていってるんですけど、いはい。<う>まだ二十五だよっていう。なんか二十五と二十六ってなんか違うじゃないですか。うん。 えい違う違う違うよあよかった同感してくれてるかなっていう,ようわかりますよ <laughs> この節目でしょ25とそう要は20代の二2 5 25と25以上っていうのはまだ違うってことですよね全然違うわかりますそう26 ってまだ言わなくていい安心感がギリギリあるんですけどうん、うん、これれ早生まれの特特権権じゃないですか特権だと思う、うん、<laughs> だからそう、あのー、周りはねどんどん子供をを、ね、産んでいったりとか、うん、そういう子あの友達が多いんですけど私絶対早生まれの子に育てあう早生まれの子産みたいみたいな会話が飛び交うんですよ<う>だってうちらそうじゃないって私の友達早生まれ多くて。うん だってギリギリまで若いって言ってられるさみたいな会話が飛び交ってるから「うん、待って待って待ってもう先ったちってこういう会話する時期なんだね」って最終的に「うん、いやこんな年か」って言ってちょっと身震いしますけどねまあでも今はもう楽しいことやってますからねまあそうですね,ねうんうんまあ楽しませてもらってるんですけどね、うんうん、今後どうなるかな <laughs> えこちらもいきましょうラジオネーム、うん、ペットプードルさんから。 えー、こんにちはラジオネームパンダダーンですというん <laughs> あ,うあれだパソコンあパソコンで送ったのかなもしかすると、ね、そうかもしれないですねでこちらサイドであのどちら様のパソコンですよみたいなのが表示されるからそれがペットプードルさんだ、ね、<laughs> でもラジ,オラジオネームっぽいから。 <laughs> すみませんね、なんかね失礼しましたね。はい、ラジオネーム考えていただいた挙句に、普通に読む,、ねはい、読むっていう。もう大正解、えー。私は一人映画が好きです。<う>誰にも邪魔されずに、映画に没頭する素敵な時間、最高ですねうん、うん、といただきました。ーはい、いやー、でも多いですよね、一人映画派。うん、私、最近一人映画、デビューしたんですけど。 基本寂しがりやなので、落ち着かなかったという結果、うん、あ言って。なんか誰かいないとっていうそわそわ感がありました。どうなですか、一人派です。もうほぼ一人だよ。あ、そうなんですか。だけど、最近はまた、あの、嫁といくふうになりましたけど。<ー>でも、大体一人ですね。うん、そうなんだ。うん、までも。一人の方が、まあ、その。静かだし、落ち着いて見られるしっていう、なんか、一人の時間が堪能できるって言って。一、うん、回やってしまったら、もう一人でしか行けないっていう。 方が多くい,いますけど私の周り、まあでもそんなにこうたくさんでいくものでもないのかなまあ、まあ、って思いながらまあそうですよねカップルでいく夫婦でいく、うん、もしくは一人っていう感じですもんね、うん,うんもうなんて言うんだろうねやっぱ社会人になるとそれぞれ空いてる時間っていうのが一緒じゃないさ確、うん、かに時間を合わせるとか難しいしもだったら行きたい時にファって行った方がいいみたいな買い物とちょっと似てるとこあるんじゃないですかねうんうん、うん、納得、うんうん えー、こちらもいきましょうハイゼットさん、うんえー、モーリーさんサーキーさんハイサイ映画の見方か、うん、バンジーナイスタイミングだね、うん、昨日行きましたよ<ー>シネマライカムでおお<ー>インディペンデンスデイリサージェンス 僕もこれ見ままししたたねね言ってましたねー先週土曜日、うんえー、自分は前の作品見ていないからうん、うん、最初あまり意味が分からなかったけどさエイリアンたちとの対決をしている時は面白かったねー気になる映画はエンディングロールの最後まで見ますねー電気ついて明るくなってから立ち上がります、うん、ポップコーンとコーラーは必須だねなるほどしかしモーリーさんが大好きなライカムはバーゲンで 薄政人がいっぱいしていたね <laughs> 自分もサンダル探していてたまたま本川のサンダルが安くなっていておうおういいのがあったからさ買ったよーおーいいね、えー、今週末のビーチパーリーに大活躍すらすないいねビーチビーチって待ってビーチクパーリーですよモーリーさんビーチクパーリーって書いてる <laughs> ここは絶対あの読み逃していけない<あ>いけないポイントですよモーリーさんモーリー先生よくよく見てください <laughs> 今週末のビーチクパーリーって。<laughs> って書いてるねはい。 じゃ、それで。え、やっテンションちょっと上がってるだろうね。ね。新しい、おニューで。ですね。ビーチクパーリーも楽しみですね。そっか、毛利さんもね、さっき。見たって言ってましたね。言ってました。インディペンデンスでリサージェンス。うん、どうでした?。どうでした?。み、どうでした見た感、感想。あのね、僕本当にあんま記憶力がないのか。衝撃の強い映画を見ると。 バーンってなっちゃってから<う>説明が難しくなるわけあ, <laughs> あ,あ、そういうこと <laughs> 去年のジュラシックワールドもそうだったんですけど一、うん、日の記憶がさ、うん、全部吹き飛ぶぐらいの衝撃だったわけえー例えばもう待望の映画かまたあの前作からの映画だったから楽しみだったしすごいこのハイテクなってたわけはい、はい、で今回のこのインディペンデンスでディサージュン リサージェンスですねリサージェンスもうですよ二十年前ですからうんですよねもう僕もこのゴヤジュージュロイさんゴヤオリオンって昔あったわけうんなんか聞いたことある映画館があったわけさゴヤオリオンで見たわけインディペンデンスでよそうなんですかそうなのでそれからの二十年後なのでで僕ももちろん今七ですからうんうん高校生当時なんですよったそう でその当時出出てていたキャストも出てるわけそれぞれ年を取った感じでうん、うん、もう途中まで「えこの人いたっけ?」って思うんだけど「うん、あいたや」っていう人とかいて懐かしさもありながらうでまたさらにこの宇宙からのね、うん、地球侵略じゃないですけれども、ねうんうん、それとどう戦うかみたいなもう希望がすごくなってましたよ。わ森さんあの全然言えてますよコメント <laughs> 全然ししっっかりり見たたいてなま私自分だったら全然言えないですけど質問されたらね答えられるかなですねいやもうさすがですねいやでもねあの映画館ってやっぱりいいなと思いましたようんどうですか最後までやっぱ見ましたえっとねエンドロールで帰ったで帰ったエンドロールの途中で途中であなるほどお手洗いでも行きたくなったりとかうんうんもう帰ろうってなったあそうなんだああジョモーリさんはエンドロールの途中でさっと かえるは,はでもたまに、うんあ、この映画絶対エンドロール何かあるなって思ったら、残る。あ、わかる、わかります、わかります。あるよね。アニメとかそうじゃないですか。<ー>なんか、あ、トイストーリーとか、映画でよく、うん、あの、見に行ったりとかしてたんですけど、すごい好きで。うんうん なんかあるじゃないですかそのなんだろうなオフショットではないんですけどなんか NG 集みたいなあれがすっごい面白くてトイストリー3までは全部最後まで見ました明るくなるまでやっぱりもうあるんだねそういうのがねそれ以外はそのまあちょっとお手洗い行きたいとかってなった時とかその場によってその時によっては途中で退散したりとかもするんですけどアニメは私結構最後まで見ますいいんじゃないですかワクワクする最後なんかあるのかなみたいなありますからねそうそうそう見るかも さあ皆さんの映画の見方いかがでしょうか。ツ追加スの皆さんも紹介しましょうか。多いコメント来てますよ。あれギボさんリンパした割には吐きがないよって。<laughs> これテント童さんですか。<laughs> はいテント童さんです。あわかりました。すぐ吐き <laughs>、うん、がないそうです。うんうん、いやそんなことないですけどね。<laughs> あ結婚式の先ほどのあのサプライズ結婚式の。 あのお話の件で、ね、うん、七夕の荒らがまさいが、はい、さん、さいが家も結婚式披露宴をしていませんというコメントをいただいてるんですけど、うん、してないんだ。ね、またね、この話をきっかけに何かサプライズ企画できればいいですけどね。いやでもね、やっぱりこう、うん、ゼロから一を作るのってめっちゃ体力いるから。そうか。尻もついてる状態から起き上がるのんて大変さ。確かに確かに確かに。それが長ければ長いほど。うんうん。うんうん 大変さ大変大変誰かがこうパスをくれたりとか一、うん、人だけじゃなくて二人三人とかでやった方が動き出しとしてはねいいんじゃないかなと思いますけどねまあでも小さくねあのサプライズっていうのはできると思いますから例えばこう嫁さんがこう帰ってくるまでの間に今までのこの例えば5年6年だったら5年6年のあのー 子供の成長だったりとかうん、うん、それぞれ夫婦で撮った写真を額に飾って、うんうん、で、嫁が帰ってくる時間帯に壁にも飾っておくわけなんか YouTube か何かでやったんですよこれ。あ、そうなんですか生まれてから赤ちゃんを産んで1年後うん、うん、1> まあ、今お気になったら短回ゆえがあるけどその時に、えー、このお母さんに1年間お疲れ様の労をねぎらう意味で、うん、お家に帰ったら この学部千里子の写真が子どもの成長の写真があって最後は家族写真みたいなあやばいこれが一枚一枚こう1メー,ター進んでいくごとにポイントポイントで置かれてるわけすてで次何があるの次何があるのってだんだんとこう昔思い出しながらあの時ああってて「1年間ありがとうね」みたいな「いややばいちょっと涙だ」っていうのがあったからそういうのもね まあちょっとこうお家に縮小したバージョンでできたりもするんかなと。確かにじゃあまあ披露宴と言わないけど、うん、何か特別なサプライズっていうのをやってみてもいいかもしれないですね。いいかもしれな、ね、い,いですね。はい、いやすうん。さあということで、えー、まだまだ皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールの宛先は 七六一アットマーク fmkosa ドット jp でお待ちしています。うん、今日の番組のテーマは映画の見方でお送りしています。さあ時間まで曲いきましょう。ケニーロギンスでフットルース。 CM 中にちょっとね今日の出来事をお話ししたんですけど、うん、あのー、あんまり合わないタイプのレジ担当者さんだったんですよほうほうおばちゃんだったんですけど僕が買ったものっていうのが、うんえー、麦茶とか、うん、お茶系を2リッターを3本ぐらいと床拭き床拭きを12袋ぐらいかなうん、うん、まとめ買いをするんですけど、うん、その2袋 えっとね2リットルのお茶があるじゃないですか、うん、ピって通しますよね、はい、すその時に2リットルが重かったんだ、うんです、はい、<laughs> っていう感じなんですよまずスタートがねスタートが2リッターだからなと重いんだろうなうで袋に3本ね、うん、ピッピッってやってちょっとこうひと呼吸置いてるんですよ。うん みたいな。うん、で次床拭き12袋それを袋に入れてるんですよ入れてまたその間も12袋入れてない入れ慣れてないのか、うんうん、その日機嫌が悪かったのか分かんないですけどうん、うん、入れてそれをまたあのレジまたぐ時にこのおばちゃんがね「よいしょ、うんはあ」って言って、うん、袋が破れてるわけ。 <laughs> ですみませんもうここで言えるのは、うん、僕のせいじゃないですまずまあ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 ,まあ,まあ、まあ、お客さんですからまあまあ、まあ、そうですよね言ってもね、うん、で「はあ、袋破れてるし破れるんだよな」っていうのをひとなんですけど心の声なのかなあれな俺だけ聞こえたのかな破れるんだよなこれって言いながら。はあ やってるんですよそしたらまたこのおばちゃん何したかっていうとその破れた袋の上からさらに白い袋をファッてかぶせたんですよ。で取ってというかなんていうの僕らが持つとこからさそこをおばちゃんなりにぐるぐるしてから持ちやすいようにやったんでょうねやるんだけどまあまあまあそれはいいやと思ってあとお会計だなと思って1万円渡したんですよ。万円渡して 1>, 1万100円渡したらははお会計が1,080円ちょっとだったわけ。ってことお釣りは9,000円がまずあるさそうですね。そ、うん、したらこうレジから9,000円を取ろうとして、うん、なかったって思ったんだんです9,000円が。<ー>はあってまた言って、うん、であったんだです、うん、結果的に。ほうほうして あ、確認いいですかみたいな感じで「ぺちゃ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 はい9000円」みたいにやるんですけど終始このなんていうの独り言が僕の耳に届いててでこのおばちゃんやることなすこと全部マイナスになっていくわけで次お客さんいるんですけどレジ閉める時もガチャンみたいな感じでえいいえっと思ってイライラしてからイライラしたのかな いやまだまだですよ、うん、もう僕この人に言いたかったわけ <laughs> 僕の人にたくさん列できてますって思ったわけ <laughs> これからですよって思ったんだけどあの,あのね店員さんがあの後どうなったかっていうのはもう想像ができる、うん、そうですよねもう一つ一つのその捉え方がもうはから始まるわけへえー、で最終的には袋破れて、うん、袋破れてるし破れ,破れやすいんだよなこれ <laughs> 覚えてるやつさデージ今もう想像ができるぐらいリアリティにやってくれてるんですか <laughs> モーリーさんえでもなんでなんでですかね何かあったんですかねそれとも毎日も日々に不満があってこんなんはっはっ,って言いながら仕事やってるんですかねどんなかななんかちょっと心配私なんかこう、うん、場所にもよるじゃないですか なんかこう日の照ってるところで「暑、うん、いさもう兄さん暑いね」うん、とかって言いながらねうん、うん、やるんだったらいいんですけどそうです、ね、一応お客さんと店員さんっていう壁は取り払われずに独り言で言うっていう感じだったんですよ。じゃあこれは完全に独り言なのかそれともウォーリーさんにちょ,ちょっと当たってるか節目もあるのか際どいですね <laughs> 最初の,この2リッターをレジで通す時も「2>, 2リッター?」 2リた重いけど <laughs> 一応は慣れてるわんにってっ思ったわけ、うんね、心の中で置いてるもんだって商品として 1> で1本でこんなで、はあ、かける3だから、うん、なんかすいませんだなって思ったわけ、ね、で,、うん、でさらに俺その後十12袋待ってるから <laughs> 床拭き12袋が待ってるからどんなするんかなって思ってたわけ <laughs>、うん、<laughs> 一応あアファー安さーって思いましたその時やっぱり やっぱりよ計算は間違えることないけれど入れ方とか12袋を積んだらバランス崩したら落ちるさ確かにどうなるんだろうなといろいろ考えたんですけどね。結果袋破れてるし破れやすいんだよなこれっていう。 それは言っちゃだめなんじゃないかなって僕思いましたけど確かにいや何かあったんでしょうねあったでしょうねって思っときましょうかでもその後ちょっと怖いですねどうなったんでしょうね。だからさ思ったのが僕の仕事とかどの人にも言えると思うんですけど一つよくない「はあ」とか「とかそういうものを一つ取ったらその後も目線がその目線になっちゃうわけよ。 あ確確かに確かにに、うんうんうん、捉え方の問題で「うん、あすいませんこれ破れてますね取り替えましょうね」っていうふうに相手のことを思っての、うんあのー、姿勢だったらさただ、うん、その発言出ないわけ。うん たぶん心に及がなかったりとかね、いろいろあったんじゃないかなと思いますよ。そうだね。うん、また一言一言で変わりますからね、捉え方も本当に。うん、だそこでね、やっぱり、うん、僕みたいなシカバは言わないからものを。だからさ、何も言わなかったんだと思って、聞いたと。<laughs> もうびっくりしすぎた。じゃあね、その。初めてだっけ、愚痴を言う店員さんって。<laughs> でも、私も聞いて、初めてのタイプかも。だから、もう。ね、人間って面白いもので、うん、びっくりしたことがあったら、固まるんだなと思ったし。うん <laughs> 固わったっんだ <laughs> だからもうやっぱりね捉え方一つだなと思いましたねはい、はい、運転しててからさ「アイヤー信号赤にか変わったはい、はい、ブレーキしました、うん、もうちょい前の車が先に行ってくれたらな」から始まりもうなんていうの全部自分の都合のいいふうに考えちゃうからそしたらもうその後の一日ってね面白くねさもう。確かにでもまあ考え方でまた変わりますからね、うん、どんな嫌なことあっても。うん うん、なんかある意味いい話聞けたかもしれない私も気をつけようと思ったじゃそうですね <laughs>、うん、結構目先の出来事で、うん、その後のそのモチ,モチベーションとか変わりやすかったりする節目もあるのでうん、うん、ちょっとまあいい話ですね私にとってもまたためになった話だったかも、うん、いやーにしてもあのおばちゃんその後どうなったんだろう <laughs> どうなったんでしょうねわ <laughs> <ー>からんよ今めっちゃ笑顔かもよ いやまたこれもねそしたらモーリーさん「うんタイミング悪う?」ってなりますからね。でさまた俺別のところにもうスーパー寄ったわけその日ですかその日その流れで面白い店員さんもいるなと思ってで行ったらそこで並んでたんですよ1番で。そしたら2番レジが開いて2番レジの二番手でお待ちの方みたいな感じで僕の前の人が行ったんですよ。で僕も一応は1番レジで待ってたから隣のレジの人が「 お次の方どうぞ」って言ってくれたんですけど、うん、あ僕じゃなないだろうと思ったんですよもう並んでるし一つ前だし俺じゃないだろうなと思っ,だだと思って相手方からしたら無視をしたみたいな感じになっちゃっててあーそっかでなんかあのレジオープンしたんだけどうん、うん、僕が来ないもんだから、うん、あの計算をしだしたみたいな。<laughs> あのなんていうのレジレジ金数え出したみたいなそうそうレジを数え出して <laughs> あのお金のマークを緑のやつをピッてこう出されたみたいな、うん、<laughs> クローズしちゃったんだ <laughs> っていうのがあったわけ <laughs> じゃあモーリーさんは単純に俺じゃないで判断したけど向こうからはこいつ読んだのに俺せっかく開けたのにみたいな感じになったっ。感じなっちゃったかもね。いやこれもまたタイミングですね。そうなんですよ。難しい。だからちょっとね <laughs> うん、うん、あの変なになってしまったね。ですね。うん。 うん、じゃあもう今度からも潔くというかもうすぐさって呼ばれたら行くぐらいやってあげたらどんなですか <laughs> も,う、うん、もう待つとか、まあ、聞こえたらあじゃあ俺周り見て誰もいなかった俺だっつってすぐもう行った方がいやなんかね、うん、3番手の人が「私ですか?」みたいな感じになって <laughs> なんかそんな話、まあ、ありましたよね,ろうなね,ねあったあったあの時みたいになったらね困りますからねいや面白いすごいなんか毛利さん一つ一つそうやって関心深くというか。 だからねちょっと言われたねそれもねよくそこまで観察してるねって言われたんですけどさすがだなでもいやいやでもなんでだろうなと思ったわけ <laughs> な何かなんで深く考えるのかなえっとねあのー、ニートルっていえば商品さはい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 だからえなんでかなって思ったわけ1 5ル高良かったんかなといろいろ考えたんですけど <laughs> <っち> <laughs> 普段やってるはずなんだけど普段もこんななのかなって思ったわけだからさ面白いのがさ起きてることは変わらないわけ絶対起きてるから起きてること変わらないんだけど見方でだいぶ違うんじゃない物事って確かにだこのレジの話でね深い話するつもりじゃないですけどあの「はあ?」って思ったら俺も「はあ?」の目線でこの人見ちゃうからさっきのくだりの話したらもう「 わな,わなする可能性もあるさあるあるうんでも僕はちょっとその辺違っててえびっくりなんですけれども<笑>,笑っちゃうわけなんかおかしくなっちゃうわけ <laughs> 普通にやってることじゃないのみたいなねそう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 よっぽど何かあったかあったんだって、うんうんうん、その後どうなったかって気になるわけでそこでわじわじじゃないのがまたモーリーさんらしいですよねどんなかな,どんな <laughs> なんか抜けてんのかなネジ<え>がそ,そこは抜けてるんじゃないですかそうなんですかある意味いいネジ抜けましたねあそうですか、うん、いいと思いますよそこでおーいみたいなならなくて済んだじゃないですか <laughs> <laughs> ここでぶつぶつ言うんゃねーよみたいな <laughs> <laughs> もしそのねモーリーさんがその日また嫌なことあって悪いことあったのらまたそんな嫌なことがあった時にも爆発するじゃないですか絶対でもそこはモーリーさんネジそこは取れてるからなんでだろうってなる だから第二次災害にはならなかったっていう現場的には<ー>そのしかもその次の人たちのことを考えられてるからはすごいなって聞いてて思った <laughs> いやいやこれからだぜレジってって思うからねやっぱりねって思ったんですよね足、うん、だったらちょっと意地悪だからなんでこんなこと言えばって私もちょっとはっ,ってなって終わったかもしれない,いこれもらったら面白くないしさ一、まあ、番確かに、ね、これがもらうのが癒やしに確かにね なんでよって思うさ確かにじゃあお金払って帰いに行ってからさこんなのもらったらたまったもんじゃねえモーリーさんサーキーさん皆さんこんにちはラジオネーム「ワオの香り」だよレジ店員の話ありえないねクレーム殺到だね怖い怖いモーリーさんまたこの店員さん見に行ってみてということでいや俺そんなことしないですよ まあでも行ったらねうん、うん、いるかなぐらい思ってるんじゃない、うんまあ、よく行くお店ではあるんですかそのああもうたまにこの床拭きがなくなったら帰るじゃあそんなにも毎週とかって行くところではないまあじゃあ機会があればまた床拭き、うん、今度24個にしてみてくださいいや逆に俺がなんかそういう目で見られるからね, <laughs> そうだね要注意人物に見られるからね, <laughs> そうだね r t ムのみっちゃんさん えー、自分も先週土曜日にハエバルの方でインディペンデンスで見ましたよ、うん、お,お、なんか週末はですねインディペンデンスでの映画情報っていうかね、うん、うん、みんな見てますね大画面で見るには最高の映画ですよね,なるほどね映画の見方といえば必ず真ん中の真ん中席を選んでみます、うん、ーえー、真ん中の席がなければ次の上映時間まで待つぐらいこだわっていますよえー 指定ができるからね今ね今そうですよねあの。モニターでっていうかねえじゃあそうやってこだわる方も、まあ、RTM のみっちゃんさん見てこだわる方も結構いらっしゃるんでしょうね。ねうん、あ正直こだわりなくて。って、うん、いうのも結構この酔いやすいんですよね大きい画面とか見ると。ああ前すぎると。そうそう前すぎると酔っちゃうので、うん、だい大体、まあ、後ろ側の、まあ、真ん中とか。うん でも今日ちょっと調子悪いなと思ったら左側に寄ったり右側に行ったりとか場所はもう点々としてるのでここっていうところないんですよねその日によってそうそうそうだから全然自由に座るというか指定はしなくて体調によるというかすごい映画を見るとき体調によって場所を変えるまあでも目が疲れるとかあるからねそう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 んか前に座ってこの迫力を堪能するのもいいんですけどやっぱなんか疲れるとか首とか。 なんか目線とか、そう見上げちゃうから、なんか疲労がたまるちゃうから、だいたい後ろですね、後ろかはまあうんまあでも後ろやってても問わないかも。どんなですか、決めてます？真ん中上だったり、まあでもそこってなかなか空いてないので。ですよね。左サイド、右サイドみたいな。あじゃモーリーさんもそんなにこだわりはない。そうですね。うん。まあまた映画館で見るのと、D V D で見るのって全然違うじゃないですか。 結構私の友人映画館派と「いや別に映画で高い金出してみるより DVD 出てから待ってからもう一人でゆっくりしよう」みたいな派と分かれるんですよ私は映画派なんですけどね、うん、結構 DVD で一人の時間を楽しみながらって人も多くてあれもあるんじゃないこれは映画館で見たい、うん、これは DVD だなっていうなるほど作品によって、うん、あるかも大音量とかねあるかもあるかもその辺も踏まえて映画館の方が より臨場感があっていいとか。あるかも。そのあるんじゃないですかね。あるかも。さあ、今日の番組のテーマは、うん、映画の見方でまだまだメッセージをお待ちしています。 さあ青野軍団さんからいただきました、うん、映画の見方最近は一人映画行くのが好きかや、うんえー、席は絶対一番上の右端の席を選んで座って飲み物は氷が溶けてもいいように、うん、カルピスを一番でかいの,たの頼んでるかやあ飲み物ね昔ゴヤオリオンがあった時は定番だったのはさ、うん、カラムーチョと声高ってから映画見ていたな<ー>ってのはよ 俺なんか高校生までは入れ替えなしの同時上映があったさ、うん、お菓子一つでは足りんかったわけよい<ー>えばあの普通一つの映画見たら一回出ないといけなかったさはいはいはい、はい、もう連続で上映だから<ー>そのまんまいてもいいわけさへ<ー>ええー、ファインディングにもは息子がいるから感情移入してよ、うん、エンディングらへんでにもが学校に行くって一回離れよったけど、うん、父ちゃんのところに戻ってきてからさ <laughs> <laughs> パパ大好きってつぶやいたシーンはあおさんプラ,プラトーン以来映画見て泣いたなああらあらあらねあそこねそう「ファインディングニモ」の続編の「ファインディングドリー」が今出てて上映してされてるんですけど私試写会見に行ったんですよねいいですねすごいよかった<う>あの、まあ、今回メインはニモじゃないんですけど、うん、ニモのお友達のドリー ドリーそう忘れん坊もう何やっても忘れるんですよね何言われても何しても忘れちゃう全部忘れちゃうドリーなんですけど唯一なんか家族のことは忘れてないっていうでその家族の家族と離れちゃったんですよねドリー、うん、幼い頃にでその家族を探しに行く旅に出る内容なんですけど、うん、これもまたもう荷物一緒でもう泣ける泣ける、えー、そう。この家族愛がね私も 笑っていたんですけど前半後半後もちゃきでしたねあ,もう笑いもあって涙もあるっていうそう涙もあるもうぜひ家族で毛利さんも行ってほしいなと思いました、うん、あれも家族で見た方がいいと思うもう私は家族いないけどあと23回見に行ってもいいかなって <laughs> ほっこりしたから撮ってもああそうですかうん<ー>心がたってもって何より映像がすっごい綺麗綺麗もう私あれアニメなのかっていうぐらい びっくりしましたもん感動した。えー、そう海の中にいる感じ。音もそうなんですけど。これでいつから、えー、かいつから公開ですか。えっとこれはちょっと情報をお調べして、うん、はいわかりました。さあこの後ご時代も映画の見方で生放送をお送りしていきたいと思います。うん、アジキューターラジオこの放送はお母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディースクリニック株式会社ティーダカンカン不動産の提供でお送りしました。 Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Come in next, Ajiraji. さあ夕方五時を回りました。アジクーターラジオ、月曜日、今日は七月の十一日ですね。うん、来週のこの時間はね、海の日。うん、お休みということですよ。お休み。海の日か。そう。うん。もうど,どうですか、あのプールだったりと、海とか。私あの六月の初めに。行きましたね。海<お>プール。プール。まあどっちも行きました。<お>うん、すごい、あの冷たかったあの時は。 今ぐらいの気温だとちょうどいい,いい気持ちで入れるんじゃないかな温度的にも、うん、あの6月の初めちょっと梅雨時期とかと被ってて、うん、冷たかったんですよねあ海水がそう海水がプールはあのやっぱ温度調整できるから、うん、すごいいい,いい温度だったんですけど、うん、まだ寒かったのでいやこれもう海の日とかまあその7月8月9月ぐらいに入った方がいいねって言ってすぐ上がっちゃったんですけど 気持ちかってでも、うん、なんか塩水ってさっぱりしません。ん、あれ。逆じゃない。あ、本当。塩水ってベタベタしない。あ、まあ、べたべたしない。するんですけど、その後にシャワー浴びて。なんかさっぱりした感じがするんですよね。っていうのも海水って汚れを落としてくれるみたいで。そうそう、体の汚れとか傷とかも塩分で治す作用があるみたいなんですよね。そうそう、なんか心なしかちょっと。 あれなんかトーン上がったみたいなトーン肌のトーンが肌のトーンうん、うん、え色そう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 ,おう,おう肌色がちょっとワントーン上がったとかって聞きません、えー、なんかあれトーンって初めて聞く用語ですかトーンうん肌のトーンが上がったみたいな さん話聞いてる聞いてますけど <laughs> あんまり男の人は肌のトーンとか言わんからねまあキリンもしないですからね、うん、そうそうなんか心なしかシャワー浴びた後に見たらあなんか肌色白くなったって思って<ー>毛穴とかも引き締める作用があるって海水は言っててそうなのでプールもいいんですけど、うん、海水海に行った方がいいらしいですよあのー、お塩でさ、うん、頭皮を洗うとかっていうのがあるわけ 頭頭塩でお塩お塩でえあの油分油かなをすごいこう取って毛穴とかの汚れを取ってくれるみたいそうなんだやっぱそうでもこれお塩食塩でやればいいかっていう問題でもなくてそれなりのおしがあるらしいんですけどこの頭皮が傷まないようにね小鼻の周りとかもそのお塩でさちょっとこう水 お塩に水をちょっと足して<う>なんかこう、まあ、ジェルじゃないけど、うん、それぐらいのなんかこう質感になるぐらいまでちょっとこう、うん、溶かすんだって。<ー>で溶かして手ですりすりしてから、うん、すりすりしたこのお塩と水のセットを、うん、小鼻の周りにこうやってクレンジングっていうんですかやったりとかするとめっちゃツルつツルる<ー>めっなゃ おお塩塩って、もう普通のお塩えこれねだから食塩はちょっとねあのダ<メ>粗いからん<ー>ダメだったっすそうなんだこの肌を逆に傷つけちゃうみたいあじゃあその専用のお塩ってあるて、ね、なんとかソルトかなへえ<ー>、まあ、お塩の専門家の人がねそういうふうにお話をしていてへ<ー>で僕も何回かやったんですけどほうもうほんとでツルツルなってた,たこのお 花<は>の周りが。えやっぱじゃあ海水もそうなんですよ、うん、だからね今の話聞くとねでちょっと話変わるか分かんないんですけど、うん、前フェイスブックでモーリーさんパックしてたじゃないですかパックパックあのなんかめっちゃブツブツのパックはし <laughs> <laughs> あれびっくりして何顔にのせてるのモーリーさんと思ってずっと聞きたかったんですけど、はい、なんかね茶色いなんかブツブツ,ブツブツブのあれは海藻だったんですよ海藻。 あ、はあ、えー、どうでした、なんか。いや、なんか、やってもらってる最中は気持ちよかったですよ。うん、面白がって、めっちゃ面白がって。うん、で、その後も、あのー、やっぱり。<laughs> どうしたんですか。何 <laughs> <て> <laughs> <laughs> で俺こんな喋ってれば、この。美容のことで。<laughs> だから、女子力高いじゃんと思って <laughs>。 あんなじツイキャスで森子の女子力トークってテントウさんから来てるからいやさすがセンスあるの最近この美,肌美顔もいってリンパマッサージもいってそのうち脱毛するんじゃないかさ最近そういう美容トークが <laughs> あよく聞くなと思って <laughs> もうそのうち多分脱毛するから <laughs> さいやでも今メンズ脱毛安いですよいや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 や <laughs> やるとこない やるとこない違うサヨイじゃないよえ、MJ さんはい。インディペンデンスで僕もゴヤをリオンで見たよしっかりエンドロールまで見ますえ、今週金曜日に行こうかなさっきスケジュール空いてるついにオファーが来てしまったはい。お誘いがねお誘いが来てしまったどうしよう森先生半分冗談とも取れる半分本気っていうねちょっと待ってあの全全部冗談で <laughs> 100%冗談でお願いしていいですか <laughs>。金曜日ね。ごめんなさいしとこうかな <laughs>。あ,あ、じゃあごめんなさいで。<laughs> ごめんなさいでね。<はい S 2> <laughs> ええ、トマブンさんからもいただきました。は<ー>い。ええ、DJ モーリーサーキ、ーこんにちは。<ー>ええ、さっきあのコーナーは <うん S 1> 今日はお休みしようね、まあ。あの例のね。うん。してさっき青の軍団さんが話していたゴヤオリオン。うん。今から20年前。 まさにインディペンデンスデーを見たのがゴヤオリオンで最後に見た映画だよあれ観光協会の花城いるさヤスあれと言ったんだよということでめっちゃめっちゃ知り合いですね実は片思いしていた女子を誘いたかったけど勇気がなくて結局ヤスと言ったんだよ帰りはもちろんポパイで食べて帰ってさインディペンデンスデー見たいなということで方は 見た方がいいい映画ですねじゃあいやもうだってあの時っていうか、うん、この宇宙からのなんていうの侵略的な映画ってそんな今みたいに多くない時代じゃないかな。うん、あーそうだだったんだでまたこの映像なんかのさうん、うん、クオリティなんかもあの当時としてはすごい新しくてからで道道との遭遇ってまと違いますけどなんかこう。 今まで見たことのないような多分前評判だったし実際の映画だったと思うんですよねじゃあまたあの時代と変わったまたね映像がね今見れるかもしれないのでねえ時代感じますねそうなったらだからねこんなだったらねすごい最近この去年はまた去年で「ミッションインポッシブル」だったり「007」だったり「ジュラシック・ワールド」だったりジュラシック・ワールド」だったりでまたこう あの新しく上映されましたけど、うん、また今年はねこのさっきの「インディペンデンス・デいだったりとかあと12月年末だったかな「うん、あのボーン」シリーズ「マット・デーモン」が出る「ボーン」シリーズもまた新しい映画が、ね、出るという話ですけどね。<ー>さあ今日の番組のテーマは「うん、映画の見方」。 こちらでまだまだメッセージをお待ちしていますメールの方は761アットマーク fmcoza.jp 761アットマーク fmcoza.jp でお待ちしていますさあ五時のオープニングはですねラジオネームではなくてアシスタントのサーキーからのディクエストということで、うんはい、ディズニーランドのまあディズニー系の曲をお願いしますということで、うんはい、じゃあ 僕チョイスでいいですかねこれねはい森先生チョイスで、はい、ええー、お届けする曲は星に願いを さあということで五時のオープニングは星に願いをお送りしましたこの放送は社会福祉法人人福祉会道代保育園花風三里保育園の提供でお送りします さああのー、ファックスあ違うやメールかな、プリントアウトしたやつ今から紹介しますけれども、うん、ラジオネーム、ジャムクラッカーさん<い>、はいえー、ラジオネーム書いてないんですけどね多分ジャムクラも、うんえー、モーリーさん、FM コザスタッフの皆さんピースフルラブロックフェスティバルチケットありがとうございます、うん、とてもいいフェ,スフェスティバルでした。うんえー 著作権の絡みで社名で送れないのがつらい。うん、このフェスティバル構成に残さないといけない。ありがとうございましたということでいただいております。うんはい。メールを何度も送ってくださったということで。そうですね。うん、うん。まあ今回あのすごいコディスナープレゼントがえ同日合わせて20組のペアチケットの用意がねありましたので、たくさんのコディスナーさんにねえ当たったんじゃないかなと思いますよ。うんうん そうですねもう言えば、まあ、さっきも言いましたけどもう20年とかずっとこのピースウルに生き続けてる人もいて、はい、でその20年で結婚したりうん、うん、子供ができたり孫ができたりとかっていう風にやっぱり20年間それぞれやっぱ費やしてるからうん、うん、経過してるから、うん、見方がまたちょっと違うというかねうん、うん、その当時はあの大学生だったけれどうん、うん、もう20年って言ったらね 40半ばとかさももうねだいぶ経ってますからねっていうことになってくるさは、ね、うんいろいろ変わりますよね、うん、いやでもその年はこうだったあの時は結婚した年だったとかって、うん、またそれにプラス思い出がつくので、うん、なんか深いフェスですよねそう考えるとさあということで、うん、えー、メールも来ておりますけれども「ワオの香織さん、うん、今日のテーマ映画の見方」「最近は映画見に行ってないな」うん、見に行くとしたら 旦那が平日休みなので平日の昼間だね席はだいたい真ん中らへん座るねと定番のポップコーン必ず食べながら見ているね最近映画何やってるか分からんさ何かおすすめの映画ありますかということで<う>ラジオネームワオの香オさんいただきましたありがとうございます、はい、いやもうやっぱりあれじゃないですか今もずっと絶賛ゴリ押し中の、うん、インディペンデンスデーじゃないですか 私はファインディングドリーなんですけどうん、うん、先ほどその上映の,あの期間というか開始日が分からなかったんですけど調べたところ7月16日から、えっと、今週土曜日そうですね上映開始だそうなので、うん、もうぜひご家族で見てほしい映画ですね、うん、あれは。うん、本当にもう心心温まる映画心温ままるる映映画画、うん 私はもう泣いて笑って化粧最後もだだ崩れで会場出ましたからね<笑><笑> <laughs> たまにいますよねトイレの前でこのなんていうの「彼しか彼女を待ってる」みたいな人たちたくさんいるじゃないですか <laughs> たまにこの涙を流した跡がある人います <laughs> まあ女性だったらその辺こう化粧がねあ,ありますけど男の人もやっぱありますからね 化粧化粧じゃなくてこうなんだろう涙目になってて彼女の帰りを待ってるみたいな,なるほどそういういののありますからね <laughs> このモーリーさんの女子力高いからの流れでまさか化粧にまで手を出したって今一瞬疑いましたけど <laughs> 大丈夫それはしないあびっくりした大丈夫もう最終的にさっきが質問してましたからね <laughs> え美顔っていくらえどこみたいななんかめっちゃ情報を持ってそうっていう感じがねそのうちフリーペーパー乗るんじゃないですか本当に でのあの「うん」おとかねいろいろ飲むんじゃないですか「<laughs> ビービー、うん」とか「<laughs> ビービコム」だっけ?「コムコムコム」そう。いっぱいありますけどデッドプールとかどんなんですかねああ聞きますねなんかこれはまた仕事の疲れとかを吹き飛ばすような、うん、めっちゃ笑いが多いって聞きましたけどねなんかそうそうそう予告を私見たんですけれども、うん 戦う系っていうかそういうヒーロー系なのかなと思いきやめちゃめちゃ,めちゃなんか笑かしてくれそうな内容だったからなんかピーの場面も多いみたいなことが書かれててあめっちゃ面白そうと思って案外なんかコメディチックというか笑えるんだろうななと思いながらだからね、まああのー、午後の仕事に差し支えないチョイスをねねしていただけたらいいなと思います。こちらもいきましょうラジオネーム、はい えっとこれは、うん、えーえー、っとね<ん>これかな<い>ロマンスの殿様さんからいただきましたありがとうございます。いろんなことに目が覚め始めた森子サーキーリスナーの皆さん <laughs> ジャンボサーキー若い海行ったらいろんなもの流す感じ、うん、ワンも海でギター持って歌練習よくするけどさ、うん、裸足になって砂浜や 波に浸なるよね。ちなみにワンもさ塩で頭皮洗ってるぜシャンプー使っていた時よりも余計な余分な脂肪が取れてるのが頭皮の匂いを感じなくなったなということでんほらやっぱりそうだよ海水いいんですよ海水そうああの海プールもいいんですけど断然海派なのあそこですもんんかそう体の汚れが 取れてる感じが。体の汚れで。そうそうそう取れてる感じ。そうあのだって普段ねいろいろベタベタ皮に塗るじゃないですか。夏は特になんか日焼け止めとかももう全身わー塗るじゃないですか。うん、夜も大変だこと毎日。あ化粧落とすって。そうだしなんかいろいろつけた感っていうかもう体がもう嫌だって重いって言ってる感じがもうあるんだ。あるんですよね。<ー>それか海に行って海で全部洗い落とされる感じがして、うん、もう。 海ですね私も断然だからそういった感じがするから超すっきりするなんかこう浄化みたいな感じですかそうですねうん、うん、浄化うん浄化かな、うん、もう汚れが全部取れてるでもまあベトベトはしますけどね入った後は。はんか夜の海とかいいですよねちょっとこうう星が見える時とかねああ確かにあのなんていうんですかこの波の音とかっていうのをね静かにこう聞きながらとか、うん、いいんじゃないですかねいいですねうん、うん うん、さあ、ツイキャスの皆さん、いかがでしょうか。はいあのモーリーさん、だいぶ女子寄りになったじゃないですか。<laughs> っていうことが判明したじゃないですか、今日の放送で。モーリーさんがパック、モリコといただいてます。<laughs> もはや名前がモリコになってしまってますね、今、モーリー先生。今ですか今後、モリコって呼んでいいですか。<laughs> 以後モリコで <laughs> しかも漢字の子 <laughs> の子子供の子森子これちょっとバカに入ってますよね多分いやででも本当に女子力高いいすよねやどんなですかね実験的とはいえ美顔にリンパしかも料金はお手頃とサーキーが質問してるっていうのはというふうにコメントもしててまあだいぶ森子になってきてるなっていうそうなんですかねはい。 じゃあ今後もこの美容情報待ってるので森子先生、うん、はい <laughs> バカにしてないからそんな落ち込まないでください,い,やい,やいや最近ちょっといろいろあったなと思ってね <laughs>、はい、えなになにいやいやあのこれ美容とかじゃないですよおほうほう何があったんですかあのスイーツとかも結構僕うるさいんですよ、ま、<laughs> 待ってきたほらもう女子だよもうああこれ豆腐使ってんだとか 抹茶のパンナコッタとかなんかあるさるあ,ああいうのも意外と結構好きなのでお店行ってもちゃんと見てますねその辺ねえじゃあな何を入れてとかどう作ってるとかまあそこまでちょっとわからないですけどうん、うん、あそこのあれは美味しいよねとか,あ<ー>かそういう情報は <laughs> んかありますよねこれもうマジでフリーペーパー載るんじゃないですか <laughs> <laughs> ちょっともう乗りそうだなって勢いなんですけど森子の源泉店みたいなスイーツ店みたいなここがいいみたいな <laughs> いやただ好きなだけですからねいってもねいやもう森子」ですね月曜日森子で <laughs> ジャビオさんから <はい S 2> えーモーリー・サーキーあちらじディスナーの皆さんこんにちは。 俺もインディペンデンス・デーをまだ小座十字路近くに沖縄署があって向かいの駐車場に車を付けて親オオリンで見たよあと何年か前にグランド・オリオンでさ新作映画が封切られる時に必ずシネマ・グシカワも同時に新作映画が封切られたからコム・グランド・オリオンじゃなくシネマ・グシカワで見てたな。ななるるほほどどシネマえっとね あれ場所どこって言ったらいいんだろうアゲナ十字路のところじゃないかなアゲナ十字路えわかんない今ローソンなのかなあ、間違っ今ピザ屋さんだあ、じゃあその今はピザ屋さんのところに昔はあったってことですかの左隣だったんじゃないですかね<ー>ありましたありましたありました えー、今ではシネマ愚痴家は居酒屋になってるみたいねうん、うん、そういえばこ国営館の隣にシェイキーズがあったさうん、うん、そこではピザ買って国営館に知らんぷりして持ち込んでいたな、うん、よくバレずに持ち込んでいたやつさ高校生の頃の話ですけどね <laughs> ということで <laughs> あ,ありがとうございますうんあ居酒屋になってるんですねうん,うんでもあれですねもう今でこそ映画館ってあのすごいハイテクになってるさんていうのタッチパネルで。 指でピッピッピッピするみたいなてうの透明なクリア版のところに回る穴開けてからチケット買うみたいなそういう確かルね全部機械でも空港みたいな航空券買うきみたいなスムーズになっていく感じですけどまた昔は昔でこういう店員さんから買うシステムがなんか今でも残ってますからね。 まあでもハイテクになるのもいいんですけどね、うん、だから隠れてなんか持って行ってとかっていうなんかちょっとそういう地味な遊びもできなくなってるから、うん、いろいろ厳しいからそれもなんか寂しいかも <laughs> まあ今だから言える、ね、昔のエピソードかもしれませんねもう一件「ゴヤオリオンで「ゴヤ、うんえー、オリオンで思い出すのは小学生の頃、うん、4人ぐらいで、うん、シュワルツネッガー主演の「バトルランナー」見に行ったけど。 一番前で見てよ。死に首が痛かったの覚えてるけど、<laughs> 日本建てのドラキュリアンも面白かった記憶があるやつさん。映画はいつも真ん中の真ん中らへんかな。え、見てるポジションはポップコーンにアイスコーヒーが定番かな。コーヒーか。うん、てかドラドラキュリアン分かる人いるかなということでいただきました。ともぶんさんから。はい。うん。な、ドラキュリアンって何？ シュワルツネッガー主演の後の「ドラキュリアン」ってまたすごいですねこれねえわかりますモーリーさん名前は聞いたことあるんですけどね、うん、実際は見てないやつああ名前の通りド,ドラキュラの話なんですかねなんでしょうねバトルランナーって私も名前だけ見たことあるんですけど、うん、ど,どんな内容なんですかなんかやっぱ戦うんすかバトルシュワちゃん出るからね戦うんちゃああそっかへえ ポップコーンにアイスコーヒーってミスマッチな気がするけどどうですかまあ甘かったらいいよねポップコーンがねあ、そっかポップコーンにも塩のやつと甘いやつがキャラメルか二種類ありましたよねでもゴヤオリオンの時どんなかなキャラメルなかったんじゃないそかそかないですか塩しかなかったイメージがあるえーすげえトモブンさん面白い <laughs> コーヒーの苦さに塩っけってすごいどうなんだろう,そうだからねう,うん私いつもアイスティーですねそれからイロ<ー>ゃん いやでもう9割ぐらいアイスティーかなにポップコーンですかそうですねキャラメルしかも甘いやつうんそうんか甘々で見たくなる映画は意外とねなくなりますからねポップコーンもね早いですよねこの映画ワン映画見てるうんうんうんあれもう全部食べちゃったって一人でなりますもんね頼みます食べ物あのトリプルセットみたいな感じキャラメルポップコーントリプルセットあれ何がありました えポップコーンとドリンクとあとホットドッグホットドッグだホットドッグだ最近はなんかプレートみたいなのも出てますよねえー、そ,<の>そうなんですかジュースをこう置くホルダーのところに置けばもうなんていうの固定されてうん、うん、自分のこの膝元の上の方にこのプレートがあって動かないみたいな、うんうん、へえそこにこうポップコーン置き場とジュース置き場みたいなうん,うん便利 うん。な、うん <laughs> 何ですか、今のは。<laughs> 今のは何。<laughs> 便利だと思います。ね<ー>、はい、チュロス。あ、チュロス、ね、ありますね。うん、私超好き。うん、甘いの好きだから。たまーにチュロスも。プラスで買って。食べますね。あのー、何とも言えないシナモンと。シュガーの。混ざり合った感じ。うん、あ、サクサクのね。サクサクの美味しい。しかも。長いじゃないですか。うん。 あま,だまだあるまだあるまだある,、ま、だあるみたいな,なんか楽しみがある、うん、意外とこう長いですからねあれは好きだわ満足させてくれますよね、うん、さあということで今日は映画の見方というテーマですけれども、はい、まだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしています、うん、メールは761「#fmcoza.jp」でお待ちしています えではでは時間まで曲いきましょうラジオネームともぶんさんのリクエストチェッカーズで「定め」。 ラジオネームともぶんさんのリクエストはチェッカーズのナンバーで定めお送りしました。さあ、時刻は五時三十一分になっています。続いては未来家内のコーナーです。家父、三重県。未来家内。さあ、このコーナーは沖縄市。 東バルにあります道場保育園、そして沖縄市の三里にあります花風三里保育園の提供で未来課内のコーナーをお送りしていきます。さあ今週1週間は沖縄市東バルにあります道場保育園の子どもたちの声を紹介していきたいなと思います。うん、えっとね毎月第2の金曜日にその月に生まれるまあ、生まれた、えー、お誕生日を迎えた。 まあ、お友達をですね、えー、みんなでこうお祝いをしようという,うそういったものが毎月の第2金曜日にありましてうん、うん、で先週の金曜日にねあの取材に行ったものを、えー、今週はお送りしていきたいなと思います。 お名前聞いてもいいですか?。いいですよ。え、それでは、あ、なたの名前。えー、な<ー>。あ、あなたの名前は。竹本未来です。竹本未来さん、何歳になりましたか?。四歳です。四歳になりました。白秋。未、えー、来さん。 今みんなの前でとってもドキドキしていまするじゃあさニライがさニコニコになるようにみんなで大きな歌大きな声でさ「ハッピーバースデー」歌えますか、はい、オッケー。うん、歌える本んにあれ歌える本当に歌える、はい、オッケー、じゃあニライがニコニコになるように。

あ、きまじゅう。じゃじゃん、これなんだ。ろうそく。ろうそくです。あ、一番そが好きで。三歩だ。ねえ、ーい、一番そが好きで。下一歩足りない。よいと。これ、あれのせいはい、何本のろうそくですか。四個。四個。四本。四本。これ、何色?。黄色。黄色。これは。黄色。白。

店長さんもさ、七月生まれのお誕生日いるのでお兄ちゃん、お姉ちゃんに渡してきてもいいですかいいですよ,よ,よそれでは、またおやすみねバイバイあとでねー7月生まれの誕生日会ですそれでは、これから七月生まれの誕生日会を始めます、えー、7月生まれの誕生日会を始めます7月まれの誕生日 三四四人います。さあ年<れ>もう,、ね、うね年少、ね、さんのねキャプール入る準備で先に誕生日会を終わってきたので今日は年中さんと年長さんだけでお誕生日会をします。いいですか？ね、年いないよ。さあおやまりやってますよ。はいそれでは年中さんから自己紹介お願いします。 はいお名前なんですか中尾裕太です大きな声でね中尾裕太です何歳ですか四歳五歳になります五歳にあうはいゆいた君に質問タイムをしますね<あ>、えー、また立って、うん、ゆいたくんの大きくなったら何になりたいか夢はありますか

はやるな好きなお友達誰好きなお友達は誰ですすすかと <laughs>、はい、ありがとうございます、はい,こうお願いしままん願し好きな果物は何ですか好きな果物は何ですか <laughs> ブラン ブドウです。ブドウです。こくまブドウ好き一緒だね。はいブドウ美味しいもんね。はい、3つ目の質問です好。好きな折り紙は何ですか好きな折り紙は何ですかって難しいな。赤。赤い折り紙、はい、じゃあ赤い折り紙です。赤折り紙です、はい。ありがとうございました。 さあ今週1週間は沖縄市東原の道場保育園の誕生日会の様子をお送りしていきたいなと思います、あのー、子供たちがそれぞれ質問をするわけ○○くんに質問がある人ははいはいはい」ってすごいこう元気よく手を挙げてくれるんですけど「好きなお友達誰ですか?」って聞いて「好きなお友達誰ですか?」って質問した本人が「好きです」とかっていう場合もあるわけ例えば<ー>たかしくんが「あの好きなお友達誰ですか?」って<ー> まさき聞いたとするじゃないですかさきくん、うん、君が「たけしくんです」って答えるんだけど、うん、でその瞬間ちょっとこうまあお互いこうなんか恥ずかしそうにうるするわけさこの様子がとってもこう可愛くていいでまた、あのー、みんなこう発言したがりだから「好きなお友達誰ですか?」だったり「うんうん、好きなおもちゃ何ですか?」だったりうん、うん、結構このフレーズが多いかもしれませんね。うん もしかすると今後その言葉の成長とかでいろいろな質問がねできてくるんじゃないかなと思いますよ。 まあ今週は、そのみち保育園の子どもたちの声をお届けしていきますがあのちょうどこう子どもたちもあのプール開きが先々週かな行われましたので毎日、本当にこの日差しの中、園庭からちょっとね外れたところにこうプールがあるんですけどそこでも準備体操をしてでまずホースで体を洗ってでその後にこう大きなプールに入っていくんですけどね楽しそう、とっても。プールの時期って テンション上がりますからね。うん、子供たちも大好きじゃないですか。大好きだね。ね<ー>子供たちもさ、休まないし。うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん。もう、みんな出席みたいな。<laughs> 毎日こう楽しみにしてるみたいね。プールがあるから。可愛い。さあ、ということで、今、え、日、ーうん、は道代保育園の、えー、誕生日会の様子をお送りしていきました。未来課内このコーナーは、社会福祉法人人福祉会道代保育園。花風美里保育園の提供でお送りしました。 えー、ここで FM 小座よりお知らせです。全島エイサー番組協賛スポンサー募集中ということで FM 小座より番組協賛スポンサー募集のお知らせです。去年に引き続き沖縄全島エイサー祭特別番組放送決定しました日程は平成28年8月27日土曜日、えー、18時から21時。 とえー、平成28年2月28日日曜日、えー、14時から21時までより、えー、会場の特設スタジオから生放送でお送りいたします。そこで FM コザでは番組協賛スポンサーを募集しています。5000円からのプランで CM も放送できます。興味がある方はぜひ FM コザまでお問い合わせください。メールアドレスは 761-FM コザ .jp 電話番号は 098934-8653、098934-8653、ハロー小、こざまでということで、お知らせでした。はいということで、ほ<い>えー、前頭ーの、うんまあ、特番をね行うということなんですけど、うん、もう今年も前頭エサの、えーの、まあ、日程まであと1か月ちょっとぐらいですかね。そうですねやってきましたね、ねもうとうとうこの時期かと。うん うん、あのまあ今年はまた旧盆とまた新の盆がね同じなので8月の151617かな、うん、あちょっと待ってね、まあ、旧盆の翌週の週末が全頭エー,サーということで<お>2678か、うんえー、第61回の全頭エー,サー祭りということですね。うん61回、はい、素晴らしい歴史が まあそこで特番をやっちゃうと、うん、いうことらしいですね。じゃあここでですねお,<い>お知らせ、まあ、エーサー絡みでいきたいんですけれども<い>、えー、まず今年は九本が8月の151617と、うんえー、月火、水となっておりますけれども、うん、えっとね全頭エーサーも先ほど紹介した262728となっております。エーサーーサナイトが昨日ととい、まあ、ピースフルの まあ、イベントのためお休みだったんですけど<い>今週土曜日にまた「えー、ミュージックタウン」の1階の広場であります、うんえー、今週はですね「ゴヤ青年会」に「上田青年会」「尊田青年会」に「読谷村」の「とけし青年会」が登場するということですね。豪華まあ、尊田は今年の「エサーナイト」は初登場になりますね。うん エーサーナイトは残り3回となっております7月の23日来週の土曜日が東南植物楽園で7月の30日土曜日が小座ミュージックタウンの1階の広場でとなっておりますあの会場に来られなくてもねユーストリーム配信ということで、はい、映像配信もやっておりますので、うん、どうぞこちらも検索をよろしくお願いいたしますお願いします さあ、だんだんと FM 小坂から見えてくるパークアビニューから見える国道三三〇が混雑が見えてきましたね。混んでますね。小坂から小屋向け？小屋向けか。うん、那覇向けですね。混んできましたね。どうだ。皆さんの聞いてるところではどうでしょうか。あ、そっか。今日からね、あの交通安全月間なんですよ。今日のね長官の方にもデカデカと紹介されておりましたけれども。 夏場ねやっぱり暑いですからお酒飲むシーズンというかね花火だったりとか祭りが多いですからね運転される方は飲まないように飲む方は運転しないようにやっていきましょうどんなですかやっぱり夏場になってくるとビールとか飲みたくなります飲みたたくななりりますねやっっぱ疲れ時ととかにてる っていうのが<お>私去年ぐらいまでちょっとあまり分からなかったんですけどおうおうビールが飲めるようになって<う>めちゃくちゃゃくく美味しく感じますよ、ねえー、もうなんか大人の階段登った感覚た、はい、私あのー、ちょうどあの去年の末ぐらいにやっと飲む機会があったビールを、うん、でも「飲め飲め」って言われて飲んでみたらめっちゃハマってしまって<う>今まで泡盛りとかそのカクテルとかだったんですけど、うん、すっごい美味しくって。 なんだろうもう毎晩とは言わないんですけどちょっと仕事が多かった日の夜とかプシュッと開けちゃいますね、うん、そう分かってしまったっていうなんか周りが言うよく言う一回飲んでみて感覚つかんだら分かってくるよっていうのがあこの感覚かと思ってすっごい美味しいと思ってでスプラッシュもめっちゃ飲んだし今日もなんかこの話したからか今飲みたくなってしまった話したら飲みたくなるんですねなりまますねで<ー>、うんまあ、でもでも 家に帰ってねゆっくりお風呂後とか休む前に飲みましょうね運転はしませんわかりましたどうぞ飲んでくださいね何このギリギリ感日が高いですからねまだ。そうですね最近遅いですよね暮れるのだいぶ8時ぐらいまでまだ若干明るいかなっていう感じですよねううんんあれ待ってだったと思うあまり覚えてないな メール紹介しましょうラジオネームムサシさんモーリーさんかっこモリコさんサーキーさんこんにちははい本日のテーマ映画の見方僕の場合は仮面ライダー一号沖縄国際映画祭で拝見した特撮もののミスターブロかなうんはいはいあれこれメッセージ途中で切れてますね切れてますね切れてますねこれで締めくくりじゃないですよね多分ねあれは ミスターブロで終わってますね、メッセージが。ミスターブラザー、何とかとかなんですかね。なんですかね。ちょっと、あの途中気になるので、またもう一回ね、メッセージを、あの、ま、おま。お待ちしております。トマブンさん。はい。すげー FM エムコザーチェッカルズのリクエストあざす。チェッカルズっていう言い方の由来、サーキーがわかるわけないよね。わからない。え、グランドオリオン。 名前を忘れたけど多分昔ディスコピラミッドがあったら変かな、うん、リマレストランあたりに映画館あったよねそこで父ちゃんとゴジラ見て、うん、向かいの食堂で人生初めての牛丼食べた記憶があるな「うん、筋肉マン大好きだからさ食べてみたけど第一印象美味しくないな」でした <laughs> <いや S 1> あと結婚式場 <laughs> ソワのレストランうん、うん、桃原で、えー、ステーキ注文したら 三十センチぐらいのマギー金消しももらえたな<ー>まさか蕎麦が金秀になるとはだからねちなみに蕎麦で割った兄貴がバイトしていたけど宮島さんも一緒に当時働いていたんだってさ<ー>ということでえ宮島さんそうなのみたいですよえそうなんですねなんかねあのともぶんさんのお兄さんもはい、はい、まあ めっっちゃメーールスナさんんだたでですよそれからしばらく送らなくなったなと思ったら弟のトマブンさんが送ってくるようになったみたいな引き継いだと面白いなと思って面白いね僕そのディスナーさんトマブンさんのお兄さん知ってるんですよそうなんですねめっちゃヘビーなディスナーさんでしたからよく送ってくれましたからねさあこちらもいきましょうラジオネーム 昼間の奥さん、うんえー、DJ モーリーさんサーキーそしてアジクーターのディスナーさんオッツー、えー、モーリーさんのレジ係の話「ドッキン」「私いつも店番一人だからさ、うん、お客さんは意味も分からず私の不機嫌な態度に付き合わされているのかな<ー>そのレジの方は共感してほしいのかうん、うん、仕事に慣れすぎていたのか私だったら穴あきビニール袋にありあり見てごらんあん切ってるさ」は <laughs> ああ誰の武器がかぶったかねテープぺったんこだなだからか <laughs> さても映画の見方一 <laughs> 人ではいかないな家族4人で見れたのは見たのは、うん、動物を小型カメラで長期撮影したあれよ、うん、題名も忘れたさ,忘れたさ <laughs> ということで俺も噛んでますね <laughs> オーシャンズかなえわかんない私 フィルムを貯めて貯めてで上映に至ったとかっていう結構あるんですよ。へえザトウクジラだったりとかライオンだったりとか地球上にいる動物すべてを最新のカメラというかね映像で撮ってそれをちょっとしたナレーションがあってみたいな。 こうね眠くなるんですよね。そうなんだ。<laughs> 俺は唯一映画で眠ってしまったのこの系の映画だうん。これ本当にもう長期で映してるというかリアルなんですよ、ね。海の中だったりとか、めっちゃ上空から地上を映したやつだったりとか、シマウマの群れとかね。はいはい、まあ。そういうのが結構まあシリーズがありますよね一応ね。ねうん、うん、多分それかな。ええ、クーラー聞いていい音楽流れると、うん、旦那と長寿は えー、眠り絵、うん、動物大好きな私とた次女はドアップのモフモフにニヤニヤポップコーンも2人の間にたまり完食 <laughs> 最近見た映画は人魚に会える日、うんえー、興行収益何億円突破の映画じゃなくてもしっぽりじっくり見るのもいいですよね,うん、うん、ねあら、宮島さんの回し物じゃないですからねということで <laughs> ラジオネーム昼間の奥さんからいただきました。いいいいつもありがとうございますはい、は 昼間の奥さんあの実は私のお母さんがよくお野菜を買いに行ってる、うん、そうなんですけどおおそのうち声かけるんじゃないかとそうそのうち声かけてもいいかねって私に行ってきましたからねお母さん「どうしよう友達になりたいさ」っ <laughs> ていつも聞いてくれてるんですねそうそうそう聞いてくれてるんですよあ<ー>であのたまたまそのまた行った時に流れてるから「あさっきの声聞こえる」と思ったらそう読まれてるから「あれまさか」 って思ったらしくってそっからそうどうしようドゥシゴなりたいけどあどうしようって思いながら言ってるみたいですどんなですかね,ね<え>あのひでマの奥さんねねえちょっとね今度うちの母親きた友達になってあげてください <laughs> ドゥシゴなってもいいよって言うんだったらねね<え> <laughs> あの親指マークのスタンプ送ってくださいね <laughs> さあ月曜日の『アジラジ』もそろそろエンディングの時間ですけれども、はい、映画の見方という、ね、タイトルをお届けしました、うん、また、あ、映画館に限らずね、うん、DVD 見たりとか、はい、たまにはいいんじゃないですか、うん、ゆっくりね、うん、自分一人の空間を作るのは、ね、大事ですからね、うん、なんかこう久しぶりに懐かしい映画を100円で借りてみたりとか、うん、そういうのも面白いんじゃないですかね100円で借りられますからね今。うん それはまとめて借りちゃいますよね。で延滞払いますよね。もうね。払う。僕はもうもちろんそのパターンですけどね。待って私もだ。あそうです必ず払う。あとツタヤさんにギャルで借りたものを持っていく。これ本当に治らないんですよ私。なんでかなって思う本当に。治した方がいいと思いますよ。本当にもう。僕が言うことでもないですけれども。はい。はい。昼間の奥さん。うん。サーキーママ来たよ。あ本当。家族みんな小さいんですよって話になった日。 今喋ってるのうちの娘ですって本当だ小さいってすごいタイミングだったよああそうなんだ小さいの若く見られるからいいなあれからも数回来てくれてますよますそうなんだじゃあもうすでにずしごはなったんだですねよかったはい <laughs> さあアジクルタラジオ月曜日はこの辺でお別れの時間ですね、うんはい、またこの後は捕獲トワーズということで、うんえー、参院選終わった後のね放送なのでどんな話が聞けるんでしょうか、うん、この後も FM 小座でお楽しみください、うん、アジクルタラジオこの放送は社会福祉法人人福祉会道場保育園花風美里保育園の提供でお送りしました月曜日ここまでのお相手は DJ モーリーとさっきでお送りしました